みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。毎年恒例の新年のご挨拶動画でございます。イエーイ !2016 年明けたぜ。いつもアフタービートギターチャンネルをご覧の皆様、2016年明けましておめでとうございます。今年も1年、アフタービートギターチャンネル並びに滝沢勝成をよろしくお願いいたします。チューゲラー、よろしくお願いいたします。という、いつものギターとは全く関係ない雑談の動画、サムシングでございます。よかったらご覧くださいませ。ギターの上達に役立つ知識は何も出てきません。そんな感じのあれです。毎年恒例のあれでございます。まあ、そしてね、この毎年同じようなことを言っているような気がしますけれども、2016年はあっという間にやってきましたね。2015年はほんまにもう駆け巡ったというか、もう駆け抜けたといいますか、本当にもうあっという間な感じでございました。まあ、2015年に書いたあの書き初め、変えられる人へという言葉のとおり、僕自身を変えられる人へ、そして誰かを変えられる人へみたいな感じで、ひたすらバタバタとしておりました。まあ、一つ その目標として、そのライブを増やすというのがあったんですよ、僕の中で。ライブを増やすとか、あとは CD を作るとか、あとなんかこうイベントみたいなのを多くするとか、まあ、そんな感じでその人と接する機会、人と出会う機会、人に知ってもらうきっかけみたいなのをできるだけ増やして、まあ、その人を変えられる人へみたい なんかその目標を達成していこうという僕の中での目標が実はあったんです。で、まあ、それの言葉通り、まあ、去年は、ね、本当にたくさんライブをやりました。すごいたくさんライブをやりました。で、CD、音源も作ったりとかもしましたし、毎年恒例の巡業も、夏はなんか神奈川から、ね、北にガーッと行って、冬は神奈川から南にガーッと行って、本当にもう言葉通り北海道から沖縄までオラーッとこう駆け抜けたりとかしました。まあ、おかげさまでいろんな人とこう、ね、出会って、まあ、僕としては良かったなという感じだったんですけども、まあ、その代償としては、まあ、もうとにかくあっという間だったという感じでございます。もう常に頭の中でこうライブ この構想といいますか、次のライブどうしようかなとか、あのライブどうしようかな、あのイベントどうしようかな、うわ、巡業のホテル取らなければとか、巡業のスタジオはどうしようか、うわ、毎週の動画更新が間に合わねえとか、なんかそんな感じで、毎週こう、へ、間に合わないぜみたいな感じで、バタバタとしていたような感じです。で、まあ、さりげなく去年なんかこういう教則本、誰でも弾けるアコースティックギター、DVD 付きみたいな、こういう教則本の執筆作業とかもありまして、まあ、監修かな監修の作業とかもありまして、まあ、すごいこの編集者さんに多大な迷惑をかけながら、やっと、去年の12月26日に発売となりました。まあ、これは初心者向けのアコースティックギター教本なので、まあ、興味がありましたら、初心者の方がいらっしゃいましたら、書店で探してみてくださいませ。普通に全国の書店でお求めいただけます。Amazon とかでも買えます。まあ、そんな仕事があったりとかして、もうびっくりするぐらいあっという間に2016年がやってきたなという感じでございます。2015年中、本当にいろいろお世話になりました。もうたくさんの人と出会ったと思うんですけれども、どうでしょうか。楽しい1年を過ごせましたでしょうか。そして2016年が始まりました。まあ、ね、大変だったからってスピードを緩めることなく、2016年もバリバリっと行こうかなと思っておりますので、皆さんもバリバリっと、バリバリっと。行きましょう。バリバリイエス、おお、バリバリ。ちょっとこうため息が出てしまうときもあるサムシングでございますよ。そんなときもあるサムシングでございます。で、2016年、今年もまた書き初めをいたしました。どんな書き初めかといいますと、こちらでございます。パランパパン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 ドンツクドンツクパランパパンパンドンツクドンパランパパンドンツク、こんな感じでございます。初心を取り戻す。ということで、2016年の書き初めはこんな感じになりました。本当にこんな心境でございます。まあ、ライブをたくさん増やしたりとかすることで、まあ、出会うことがすごく多かったです。いろんな方とお知り合いになることがすごく多かったです。で、まあ、その中でそのやっぱ褒めていただくこともやっぱ多々ありまして、まあ、すごいですね、ギターうまいですね、をはじめとし、まあ、実は昔からその YouTube の動画とか見てましたとか、尊敬してますとか、たくさん影響をもらってますなんていう、そういう嬉しいこともやっぱりたくさんいただくわけですよ。で、まあ、その反面、その酷評というわけじゃないですけれども、あれがダメだった、これがダメだった、それがつまんなかったなんていうのもたくさんあったりとかして、まあ、すごいこう経験としてはすごく嬉しいものになりました。でも、なんか後半の方になってくると、結構こう言われ慣れてきてしまうことがすごく多くて、ちょっとこれは、まあ、おこがましいというか、なんかそのちょっと偉そうな感じで申し訳ないんですけれども、
なんか褒められても別にそんなにもう響かなくなってしまうし、この酷評されたとしてもそんなに響かなくなってしまうしというか、なんかその途中からなんか僕自身がなんかいろんなことを言われ慣れすぎてしまって、なんかもうとりあえずもう僕は今自信でもう自分自身でいっぱいいっぱいだから、そんなこと言われても知らねえみたいな感じの、ちょっとそういうマインドが出てきてしまったわけなんですよ。で、まあ、そんな、なんかこう自分の都合優先のマインドでこう動いていると、なんか途中からなんかこうつまんなくなってきてしまうところも多々あったりとかして、なんかこう何のためにこれやってんだろうっていうのが、なんかそういう僕の中でちょっとこう少しずつこう大きくなってたところなんですよね。何のためにこれやってんだろうかと。なんかいろいろこう言ってくれたりとかこう、ね、コミットしてくれているものに対して、ちょっとそれどころじゃないってこうのけぞって、退けたところで、なんかこう、なんかあんまりこう面白くないというか、つまんないといいますか、なんかちょっとやりがいがないという感じなんですかね。何のためにこれをやっているんだろうかという葛藤が実は後半の方、特に10月過ぎたあたりから実はすごくたくさんありました。で、これはまあ、ね、毎年同じことを言ってますけども、このままではいかないとなってしまったわけなんですが、ちょっとこう ふと思うに何のためにやっているんだろう、これがすごい大事なポイントだなと思ってきたわけなんですよ。で、12年前、僕が20歳の頃、アフタービートギタースクールのホームページをうちのスタッフさんと作って、まあ、作りました。で、そこにこのご挨拶みたいな感じで、その僕の一言載ってるんですけれども、あの文章って僕が20歳の頃に書いた文章なんですよ。なんかその講師紹介みたいなページがあって、僕の写真があって、その下にこの一言、なんかこうギターを弾く人たちへみたいな感じのメッセージが書いてあるわけなんです。で、ちょっとそのメッセージをこのふと見たときに、なんかその僕の根本というと少し大げさな感じですけれども、なんかそういうものがあったような気がしたんですよね。まあ、すごく平たく言うと、ギターを始める方々へというメッセージでございまして、まあ、ギターというのはそんな難しいものじゃないと。そのギターを弾けるようになるためには、もう一つの要素を満たしていればいい。で、その一つの要素というのは、そのギターと思う、ギターを弾きたいと思うマインドだと。でも、それが持っていれば、もう十分ギターを弾ける資格を持っているから頑張ろうぜと。で、別にこちらとしてはギターを教えるというスタイルではなくて、一緒にギターを楽しむ、楽しいことのお手伝いをするというマインドでやっているから、一緒にこう楽しんでいこうぜ、うまくて素敵だぜ、うまくて面白いぜと、ギターやっててよかったって思うぜみたいなことを書いてあるわけなんですけれども、まあ、よかったらそのアフタービートネット、アフタービートドットネットのホームページを見てみてくださいませ。まあ、12年前に書いた、20歳の僕が書いた文章ですけれども、まあ、なんと言いますか、今とあんまり変わらないというか、なんかその今でもその部分を大切にしたい部分だったりとかするわけなんですよ。ちょっと話がこんがらがってきた。つまりはそのなんかこう楽しいことをこの提供できるようにしたいという感じなんですよね。なんかこっちでこういくら頑張っても向こうが楽しくなかったりとか、つまんないとなっちゃったら意味がないし、まあ、そのいい影響を与えるというわけではないですけれども、ギターを弾くとか、その料理を作るとか、イベントに参加する、もう全てのことに関して、その楽しいことのお手伝い、もう一緒にこう楽しむマインドを持っていきたいなと。改めて感じたわけです。で、まあ、2015年の後半はそういうこの一緒にこう楽しむみたいなマインドがちょっと僕の中で薄れかけてきていて、なんかこっちの作業で忙しいから話しかけんじゃねえみたいな、なんかそういうものがすごく大きくなってきてしまって、ちょっとこう初心を忘れかけてしまっていたなと思うところが、実は多々ございました。そういった意味で、初心忘れるべからずじゃないですけれども、初心を取り返すって感じです。取り戻すって感じですね。あの頃に、20歳くらいの頃に持っていた12年前のくらい、に持っていた、そんな昔になるのか、12年前ぐらいに持っていたその初心の心を、ちょっとまあ32歳になっても、ちょっとプッと取り戻したいなと、ちょっと忘れかけているその心を取り戻したいなと思った次第でございます。ちょっとこうね、僕自身が少しこのおごり高ぶるってわけじゃないですけれども、ちょっとおごってしまっている部分があって、まあ、これはよくねえなと思うところでございます。なので、まあ、何かありましたら、ビシバシまたこうコメントとかメールとかいただけますと、これ幸いですという感じでございます。おい、竹澤はおごってんじゃねえよというコメントをいただければ、へい、すいませんという感じで、ちょっと冷静になろうかなと思います。まあ、そんな感じで、今年2016年の書き初めは初心を取り戻すということでした。まあ、かといって別にその、ね、大きく普段の業務といいますか、普段やっていることが変わるわけではないんですけれども、ちょっとこんな感じで、あの頃の一緒に楽しもうぜマインドみたいなのを大切にしつつ、思い出しつつ、2016年は駆け抜けていこうかなと思いますので、今年も1年よろしくお願いします。という新年のご挨拶動画でございました。それではまた、違う動画でお会いすることになるかと思うのですが、
他に何か言うことあったっけかな。あ、とりあえず、まあ、本が発売になりましたので、興味がありましたら、ぜひ、なんか探してみてくださいということです。ちょっと本の話していいですか、本の話。なんか4月か5月ぐらいから、実はこの本のプロジェクトもスタートしたんですよ。で、その中 の, そのなんか内容のことだったりとか、あと文章のことだったり、写真のことだったり、楽譜のことだったり、まあ、そういったものをガーッとやり取りさせていただいたんですけれども、結局、その発売が12月26日になってしまいました。当初の予定では11月の前半とか中旬とかだったんですけれども、ちょっといろいろあって、その1ヶ月ちょっとぐらい遅れてしまったと。で、まあ、巡業中もね、もうすでに発売決まってたんで、12月の巡業ですね。12月のその、神戸からスタートして、神戸、高松、広島、博多、沖縄のときにも、これがもう発売が決定していたので、この話をしようと思っていたんですが、ずっと忘れておりました。YouTube 上でも、一回ちょっとこの、ね、宣伝をしようと思っていたんですけども、ずっと忘れておりました。やっと新年のご挨拶動画で宣伝をすることができました。やったーやったー、アコースティックギター、誰でも弾ける。本当に今から初心者、今から始めるよという初心者の方に向けた本なので、まあ、もしよければ、トライしてみてくださいませ。結構長時間の DVD も収録されていたりとかします。もしくは、お知り合い、お友達の人がアコギを始めようかなと言ったら、おお、ちょっといい本があるから、ちょっとそれ使ってみみたいな感じでお勧めしていただけると、嬉しいなという感じでございます。それでは、そんなもんですかね。あとは言い残したことはない。それではまた違う動画でお会いしましょう。さようなら。また今年も一年よろしくお願いします。さようなら。